三匹の魚の頭。サンマかメザシかシシャモか、とにかく細長い魚が三匹ほどいる。これを束にまとめて頭を切ると、頭と胴体が棒磁石の同極みたいになって反発し合う。で、旅館の一室に仲間と一緒に入ると、そこに一人の男がいて、ぐたっとしている。酔ったか暑いせいか、または遊び疲れか。話しかけてみると、そいつは、その三匹の自家した魚の頭を差し出す。プレゼントのつもりらしい。仲間の一人が羨ましがって、そいつに、俺にも何かよこせ、と抱きついてせがむ。それから何事か行われたらしい。詳細は不明。やがて三匹の魚の頭が胴体と一緒に冷蔵庫に収納されている情景が視界に映る。